さあオリックスですけども、今回の内容はですね、広島カープとの2連戦ということで、昨日ですねちょっとお休みをさせていただいたんですけども、どうですか、ちょっと鼻声がひどいかなとは思うんですけど、まあなんとかですね、喋れるぐらいまで来たので、まあ声量とかはいつもよりかはちょっと、抑え気味になってしまうんですけども、まあちょっとこれだけね鼻声なんで聞き取りづらいとこういう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、聞いていただけたらなというふうに思います。でまず昨日おとといと、まあ、広島との2連戦があったので、まあ、同じ試合だったんでね、ここガッチャンコしてお話できればと思います。まあ良くも悪くも、まあ、目に留まった選手についてご紹介できればなと思うんですけど、まず3月の7日ですね、オリックス3対1で勝利しまして、スタメンですけどもご覧の通りでございます。まあ、個人的にね、注目していたのは2番の、まあ、ショートで入りました野口選手、そして4番のセデーニョ、5番の茶野選手、そして、7番の山中選手、合計4名についてですね、まあ、注目をしておりました。で先発はね鈴木投手ということで、それ以降は小野投手と、まあ、こう先発調整をしている2人が半分ずつ、まあ、投げたというような試合展開でございました。一方広島、スタメンご覧の通りでございます。まあ、若手とそして松山選手とかベテランも、入れながらっていう、試合運びでしたけど、投手は同じですね、先発調整をしているおそらく2人がそれぞれ半分ずつ投げたというような内容だったかなと思います。そんな中で投手と野手それぞれに分けてですねご紹介できればなと思うんですけど、まず一人目がですね鈴木投手ということで、まあ、先発してましたけども、非常にこうコントロールが良かったというか、あんまり僕こんな鈴木投手は見たことがないというかですね、あの今日はいい日だったんだろうなっていうぐらいこう安定しておりました。まあここからね、徐々にこういう試合をどれだけ多く、詰めるかっていうところで次の登板がすごく大事にはなってくるのかなとは思うんですけど、まあ鈴木投手はねやっぱりまっすぐが軸だと思うので、基本的には初球の入り込みであったりとか、追い込む際のボールであったりとか、そういった時にこのまっすぐを使っていたなっていう印象でしたけど、やっぱ広島打線が一瞬でね攻撃が終わってたなっていうのがもう毎回の感想というか見てて思いましたけども、やっぱりヒット打たれたとしてもゲッツーでランナー長期死にしたりとか、サクサクっと試合運びが良かったんで、この辺見てもやっぱり2軍のローテは間違いないのかなと。そして1軍では、谷間ローテを狙うというか、俊平太であったりとかニックスであったりとか曽谷投手であったりとか、彼らと順繰りにこう回っていって、投げマッシュをするたびにこうローテーションで谷間を回っていくのかなっていうイメージですね。そして二人目がですね、小野投手ということで、まああのコントロールはそんなに良くなかったですね。基本的にはまあいつもそうなんですけど、ボールは高めに浮いてたんですけど、まあまっすぐ主体っていうのは変わらずだったんですけど、鈴木投手同様に打たれてもやっぱりゲッツーでランナーを帳消しにしたりとか、まあ三振をすごく奪ってましたよね。あのフォークもすごく良かったですし、三者連続三振なんかもあったので、まあこの投球見てすぐに支配かっていうのはちょっと微妙だったですけど、でもあの次の試合にはこう生きるような、内容だったかなと思うので、どん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 ですね、オリックス仕様に変えていってもらえたらなというふうに思いましたけど、まあ、小野投手ね、当初はこうリリーフなのかなって個人的には思ってたんですけど、中島監督がですね、先発として考えてるということだったので、これね、今回4回投げてましたけども、5イニング、6イニングっていう形で、前島のローテとしては回っていくのかなというふうに思いますけどね。一方、野手ですけども、野手はですね、1人目が西野選手ということで、まあ、ヒット1本打ちましたけども、このヒット1本がすごく僕は印象的に残っていてですね、というのもボール先行で、唯一こう、その中でもね甘いボールが来たタイミングを打ち損じることなくですねしっかりとヒットにしていたので、これはやっぱ代打としての役割としてはすごく期待ができるなっていうことで、まず西野選手をご紹介させてもらいました。そして2人目ですけども、やっぱこの試合すごく主役だったというか、セデーニョですね。本当に AG みたいなスイングというか、もう来日してからずっとそうだったんですけど、ブンブン丸じゃないんですよね。ただすごい飛ぶと、軽く振ってるけどすごい飛ぶということで、まあ根っからのパワーヒッターというかね、パワーはすごくあるんだろうなと。でやっぱりこう外のボールもしっかり流すというかね、逆らわずに引っ張ったりしないので、まあ、ファーストの層がね、薄かったオリックスとしてはドンピシャの補強だったのかなと思うので、これいかにね守備のところで目をつぶれるかっていうところまで、持ってこれるかが大事なのかなと思いますけどもね。なかなか今の中島監督のやり方だと、なんか守備をないがしろにしてまで出すっていう選手が結構いないので、セデーニョに関してはある程度やっぱ守備でも計算をしないと
支配かっていうのはちょっと難しいのかなと思いましたけども、はい、そして3人目が茶野選手ということで、またヒット打ちまして、もう出るたんびに活躍してるんですよね。で、甘い球は絶対にこう見逃さないということで、西野選手ではないんですけど、すごくこうパワーヒッターではないんですけどね、首位打者とかアベレージヒッターになってるんですけど、しっかりこう結果が出ているので、なんか育成選手、今年のルーキーたちはなんかすごいなっていうふうに思うんですけど、どうなんですかね、支配下ってなってくるとまた話が違うのかなと思うんですけど、非常にこう楽しみな存在ですよね。そして4人目がですね、山中選手ということで、高めにねずっと集中的にボール投げられてたんですけど、その中でも、まあ、1点集中ではなかったと思うんですけどね、しっかり甘い球というか、もう逃さずに2点タイムリーだったんで、すごくこう集中力っていうのが良かったのかなというふうに思うのと、育成選手にはねすごくやっぱり期待してますから、4枠ぐらい余ってると思うんで、まあ、すごくいい働きだったんでね、次の試合にもなんかこう繋がるような打席内容だったなというふうに思いました。はい、そして5人目がですね、渡辺選手ということで、途中で出場しましたけど、まあ、内野安打しっかり、そして犠牲フライを刺したいということで、本当外野争いに殴り込みという形でですね、まあ、佐野光大選手とバトってますけども、小田優とかですね、そのあたりともこう競争して、一軍のこのサブの外野の面々を脅かす、あるいは本当にレギュラー格としてなんか台頭してきてくれたら、そんなに嬉しい話はないなという感じだったので、ちょっと渡辺選手はね、ちょっと現役ドラフト効果というか、正直あんまり期待はしてなかったんですけど、めちゃくちゃなんか楽しみな存在として認識をしたような、はい、試合でした。そして6人目がですね、大城選手ということで、大城選手も途中で出場したんですけど、ちょっとここに関してはあんまり良くない、印象ですね。というのもやっぱり粘ってるというよりかは、現選手同様ちょっと前に飛んでないっていうような打席が結構あってですね、やっぱ野口選手の台頭もあって、なんか二遊間のこうサブというか、そういう立ち位置でも結構レベルが高くなってるというか、なんか希望選手との争いになってきてるのかなと。野口選手が最近ちょっと良すぎるので、競争相手にもちょっとなってないのかなっていう感じもしますんで、ちょっと大城選手、立教大学時代はね100本以上ヒット打ったりとか、結構谷義友みたいな感じで期待をされてたと思うんですけど、バッティングの面があんまりちょっとよろしくないのかなということで、ここからね調整を上げてくれることをちょっと期待をしていきたいなというふうに思いました。以上がですね、3月の7日の試合ざっと振り返ってまいりましたけども、今回はね連戦ということで、続きまして3月の8日3対0で、勝ちました同じく広島戦についてご紹介できればと思います。3月8日に関してはスタメンご覧の通りでございます。まあ注目しているのは4番のセデーニョ、そして6番の渡辺選手ですね、そして、7番の平野選手と、まあ、育成の3人について注目をしたという内容でございました。まあ、先発はね山崎幸也投手でしたけども、その他の登板でいうと、幸也以降は1イニングずつを、3人で、まあ、分けたというような展開になっております。で、一方カープはですね、スタメンご覧の通りということで、まあ、さほど、7日の時とはメンツは変わらずという感じですかね、まあ、若手主体というか、そういうスタメンでございました。で、先発投手は床田投手なんですけど、床田投手以降はオリックス同様1イニングずつリリーバーが投げたというような展開になっております。まあ、そんな中でですね、まず投打で分けていこうかなと思うんですけど、投手で、注目した選手でいうと曽谷投手ですね。まあ、映像もありますから、イージースポーツのツイッター経由で見たんだという方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、1イニングながらですね、無失点、そして無四球、三振1つということで、前回の登板ではね甲子園でちょっとホロ苦デビューというような流れでしたけども、もっともっと練習をしていきたいというふうに言ってましたけども、この試合に関しては自分のボールを投げることができたというふうにこう自信を取り戻したかのような、感想を言っておりますし、といってもね、やっぱり全体的にこうボールが高めというか、まあ、高めのサインが出ていたのかはちょっとわからないんですけど、そこまでこう低めには集まっていなかったなっていう印象だったので、ここからですね、曽谷投手本来のこうボールっていうのをどのタイミングで投げてくれるのかっていうのはすごく注目ですよね。そして2人目が入山投手というということで、こちらもですね、ちょっと映像がありますけども、1イニングながら無失点、フォアボールなし、しかも奪三振2ということで、入山投手、やっぱこの試合では一番こう目立ったなっていう感じがしたんですけど、13球でピシャッと抑えてるんですけど、うち11球が150キロ超えてるんですよ。で、残りの2球は、計測されていなかったのと、149キロなんで、もうほぼ150ですよ。ということで言うと、やっぱ安定的に150バンバン出てるっていうのが、しかも2020年の秋、大学2年生の秋、
以降は投げていない投手の活躍ですから、オリックスどうやってこの投手を見つけたんだと、そしてなんでそんな指名しようと思えたのかっていうね、他の11球団気づいてなかったんじゃないかっていうぐらいの逸材だと思うんで、この辺がねやっぱり、ね、ちょっとオリックス意味がわからないね、やっぱドラフトの上手い球団っていうのはそういうところがあるのかなと思いましたけども、支配下待ったなしというかですね、一気になんかそこまで近づいてきたんじゃないかなというふうに思いますから、なんか宇田川2世3世ぐらいすぐに出てきそうだなっていうなんか認識をしましたね。そして3人目がですね、山崎福也投手ということで、こちらも映像ありますけども、先発しまして6回無四球89球ということで、まあ、素晴らしい、順調そのものですよね。もうまさに調整登板という感じでしたけど、やっぱ2軍レベルだと粘られて粘られてってされても全然余裕で投げ勝つというかね、本当に嫌がらないというか全く苦になってないような感じだったので、まあ開幕ローテ待ったらしかなとは思いますけどね。開幕投手説とかもありますけど、本人としてはそういう開幕投手っていうのは意識はしている中で、投げろと言われた場所で投げたいんだというふうに言ってたんでね、相当多分気合入ってると思うんで、今年 FA ですから非常に順調で安心はした試合でございました。そして野手に関してはまずセデーニョですね。まあ映像ありますけども、真ん中の直球ですね、センターオーバーにツーベースということで、2試合連続の活躍でございまして、同じですよ、スイングは軽い、でもすごい飛ぶということで、まあアジャストしやすいというか、そんなに三振もしないんじゃないかなっていうふうに思うのと、多少やっぱり詰まってもあれだけでオープンスタンスなんで、結構カバーできるんじゃないかなっていうぐらいのパワーの持ち主だったと思うんで、本当に守備ですよね。あとはもう守備だけでございます。あとはまあ直球もね打ててるんで、あんまなかなかそういうパワー系のピッチャーって日本でも数少ないと思うんで、ね、本当守備だけでございます。はい。そして二人目がですね、渡辺選手ということで、まあ初球をね、床田投手からツーベース打ちましたけども、黒原投手からもヒット打ってるんですね。で、バッティングが好調っていうのと、やっぱここ2試合、この広島との連戦見ても、なんか低めが好きなんかなっていう、ちょっと思っちゃいましたね。で、やっぱり投手は低めに低めにっていうのがなんかね、通説だったると思うんで、その低めを得意にしてるって、結構渡辺選手としては強みになるんじゃないかなと思うので、外野手争いをどんどん激しくしてほしいなと。いうふうに思いますね。はい。そして3人目が源健大選手ということで、まあ14球粘ってフォアボールであった。3打席目もですね、7球粘ってっていうところだったと思うんですけど、まあ全体的にこの間ね、ホームラン打ちましたけど、まあ前に飛んでないというか、粘ってるというよりかは、前に飛ばずにちょっと苦戦をしてるっていうような打席が、まあ2つあったんで、まあ気長にね、見ていきますけども、年齢的にね、いつ大化けするかはちょっとわからないんで、1試合1試合定期的に見ていこうかなというふうに思うんですけども、この試合に関してはなかなかまあ苦戦をしているというような印象でございました。はい、ということで、今回の動画ではですね、3月の7日そして8日の広島戦連戦についてもお話をしてみましたけど、いかがでしたでしょうか。ちょっと鼻声がひどすぎるということで、聞き取りにくいという方もいらっしゃったんじゃないでしょうか。そこはぜひご了承いただければと思うんですけども、ぜひですね、昨日とそして一昨日ちょっと時差がありますけども、今回ご紹介した選手だけではなくて、他の選手でも構わないので、何かもし気になることがありましたら、ぜひコメント欄の方に残してもらえたらなと思います。ということで、今回の動画でもですね、オリックスについて語ってまいりました。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回の動画でもですね、オリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録そしてグッドボタン、お忘れの方は何卒よろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。